里崎チャンネル。じゃ。こんにちは。メンソーレ。メンソーレ。意味知ってんすか。意味知ってんすか。メンソーレ。はーいみたいな。そうなんですか。知らないです。どういう意味ですか。メンソーレって。いや僕もよくわかんないですけど。えって言ったんですか。ハイタイ。ハイタイは。あ、ハイサイ。女はハイサイでしたっけ。そうっす。え、男がハイサイで女がハイ。いや男がハイタイです。ハイタイですか。ハイサイだ。あ、いるやん沖縄って。そう沖縄出身です。メンソーレって何なの。いらっしゃいませみたいな。あ、いらっしゃいます。あ、じゃあいいよ、いいよね。いらっしゃい、佐々木チャンネルで。メンソーレー。いいですね。はい、今日はキャンプ視察の、はい、沖縄編です。はい。だからまあ、沖縄は、うん、ほっとり大変だったっす。なんでですか。めちゃくちゃ、だから2週目に行ったんですよ。はい。移動とかがってことですか。ホバーです。あ、そうなんですか。毎日雨。へー。だって大雨、洪水、波浪、警報一瞬出たからね。なんか沖縄なってましたね。うん、いや都内はそこまで天気崩れた日なかったんで、だからほんでスコールなのよ。はい。バー晴れドバー晴れみたいな大変。そうですね。でグランドがビジョビジョで、はい、もうグランド使いませんみたいな、はい、だからもう毎日どこ行けるのみたいな、はい、一番最初 の、 あの水木金土日の4日間、うん、視察で、はい、で水曜日に行って、うん、で一番最初は、はい、名護で日本ハム対阪神の練習試合あるっていう、はい、じゃあそれ見て評論行こう、うん、雨で中止です、はい、評論どうするんですかでしょ、はい、困るの、はい、でじゃあ他の球団は、うん、いや雨で室内、うん、室内、はい、各社1人しか入れない、うん、そのコロナの、はい、だからバンキシャ入るから、うん、俺ら入れるわけないんで、はい、だからもう雨降って室内になった時点で、はい、もう見れないんだ、練習を。でどこへ行くってなって、はい、楽天が、うん、野手は2軍の施設室内あるから、うん、そっちに練習行ったと、はい、でピッチャーが金で練習するから、うんはい、マー君ひょっとしたらブルペン入るかもしれないから、うん、それ見えるかもしれないっつって、はい、じゃあ金行こうっつって、はい、で金行ったら、はい、あのまあマー君はね、うん、そピッチングしないよね、はい、そんな早くから、はい、だからアップしてキャッチボール普通にして合流したての頃ですもんね。そう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 、うん、合流初日よ。でまだしないですね。下手したら初日とかもう 2,3 日目ぐらいの、はいうんうん、であのブルペン見て、うん、終わり、はい、キャンプ初日。初日がそんだけだったってことですか。はい、もう、うん、昼ぐらいにはもう終わりです、はい、へピッチャー終わってたんで練習、はい、でブルペンもちょこっと見て、うん、終わりです。沖縄そば食べました。うん、だから評論大変よ。そうで何書いたんですか。それで評論、はい、それで評論はね、はい、いやだからそれでも評論書かなきゃいけないから大変なんだよ、うん、一つネタを何か見つけないといけないですよね。そうそう、 でもそのね、あの辞めるパターンもあるらしいの。はい、書かなくていいっていう。そうそうそう、はい、だからそのもう何もないんだったら出さないっていう手もあるよっていうから、はい、いやそれじゃあつまんないっつって、はい、うん、やっぱり探そうって言って、はい、で書いたのが、はい、キャンプ取材の大変さっていう、はい、だその今は中止になってね、うん、で練習室内になったら入れないと、はい、で朝からどこ見れるかって言って、うん、午前中田中マー君のアップ見に行ったと、うん、であの最後の一言ね、うん、つまりこの日でその中途半端なこと俺は言いたくないわけ、はい、見てもないのにね、うん、あと雰囲気だけで喋りたくないから、うん、でつまりこの日私が自信を持って皆さんに言えることは、マー君は元気に練習をしてた、早川はバランスよく投げてたということ以外はないってもちろんできればそれ以上の情報をお伝えできればそれに越したことはないが、自分の目で確認したことから派生して、うん、想像だけで評論まがいな文章は書けないと、はい、こんな評論ではないという厳しい指摘も来るかもしれませんが、と現地に足を運びできる限り見て感じて考えた結果この内容になってしまったっていう。おー、まあでも真実ですね。そうなんですよ、うん、だからそれだけ難しくて、もう初日それよ。へー、もうあの午前中見ただけ、うん、はい、あのピッチャー練習、うん、だピッチャー練習その2人ちょっと見て、ああこんな感じだなって思っただけってことですもんね。もうそうそうそう、元気だなっていう、元気だな、いやそれぐらいしか見えないわけ、はい、してないから、はい、何もで野手いないし、はい、でそれで1日目終わりよ。へー、だって他のチーム行っても見れないんだから、はい、室内入れないし、うん、2日目、はい、今日はどこも稼働してないと、はい、どこ見に行くと、はい、じゃあ練習見に行きますかって言ったところに情報入ってきて、はい、広島が紅白戦するって言って、うん、おー、じゃあこそ行きましょうって言って、はい、広島の紅白戦見に行った時に、うん、おっと思ったのがクロンです。へー、新外国人、はい、だからあの広島は、うん、あの今ね、はい、その12球団、うん、新外国人選手は、はい、ほぼ入国できてないんですよ、うん、12球団ともに、はい、
でも広島はこういう事態になりうる可能性あると思って、うん、早めにビザ申請してて、はい、早めに取得してたから、はい、クロンは新外国人なのに来れてるんですよ。だから広島球団の素晴らしさですよね、こういう事態を想像して先を読んで入国できない可能性あるから、うん、もう早めに動いて、だから入国してて見たんですけど、はいはい、パワーがえげつない。へー、あ、そうですか。もう、うん、球場飛び出るんちゃうかっていうぐらいの破壊力あるんですね、はい、うん、もう完全なプルヒッターで、もう引っ張り専門ですけど、はい、もうめちゃくちゃすごいですね。へー、だからまあエルドレッドのような、はい、まあ、エルドレッドが取ってきたらしいんだけど、うん、エルドレッドのような外国人選手ですね、うん、だからインコース行く目がめちゃくちゃ強いと思うんですよ。へー、もうそのじゃあキャンプのこうスロースタートとかじゃなくて、もう最初からもう飛ばして、バッティング練習とかえげつなかったよ。もうピンポン球のように飛んでいってたもん。へー、うん、だからアウトコースの出し入れにどこまで対応できるかと、うん、はい、高めを振らないかどうかだけが気になるけども、うん、それはこの後オープン戦とか見ながら、はい、インローはもう本当強いと思います、うんうん、で多分ポジションはファーストだと思うんで、はい、この新戦力は素晴らしいなっていうところありましたね、うん、はい、分かんないですよ、まだ試合始まったら分かんないですよ、打てるか。そう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 、だからそれ、うん、誰みたいに誰みたいに打てなくなるって言いたいの。いや、そんなもん、ね、今意外といらっしゃるんじゃないですか。誰、ちょっと聞きたいですね、赤間さんの。いや、私もあの楽天ぐらいしか覚えてないんで、うん、誰ですか、楽天だと。こん、もういないでしょ、だって。もういないです、もういないです。もうユーキリスさんとか、あー、ゴームズさんとか、あ、結構もう超ビッグネームでもいたね、あの打てなくなる方いらっしゃったじゃないですか。そうそうですね、はい、ユーキリスはそもそもどっか痛くなって帰っちゃったんだもんね。かかとが痛くなったんですか。あれも謎だったね。謎でしたね。はい、かかとが痛いからって帰られたんですよね。でそこら辺はすごい、はい、あと注目どころもあったんですけど、はい、これはね、うん、新戦力のコーナーで、あ、そうですね、違う動画で動画で発表するんですけど、はい、クローンをちょっとクローンは楽しみですね、はい、これがもし広島でうまく稼働したら、うん、いい感じでいけるんちゃうかっていうね、うん、っていうところもありますし、変わったら大きいですね、うんうん、そしたらね、はい、クロンっていうのピースで、うん、去年もね打撃良かったんだけど、はい、今年もね、うん、さらに良くなる可能性もあるんで、うん、あとあの栗林君見たかったんですけどね、見れなかったんですよ、はい、直接はね、うん、そういったところの新戦力もまあ今後ね、うん、あの練習試合オープン戦で確認していきたいなと、はい、で3日目、はい、行ったのが、うん、楽天とロッテの練習試合、はい、うん、これ見れたんですよ。おー、でこう一番目についたのが、はい、キャッチャーの巨人から来た田中君、あ、田中隆也選手、うん、はい、いいリードしてたし、へ、そのアウトコース中心で決め球にインコース使って、うん、その時のロッテ打線ほぼ対応できてなかったです、うんうん、だインコースの使い方うまかったですね、はい、見ててそんな多投することないですけど効果的にインコース使ってて、うん、あの先発誰だったかな、ね、その日誰だろう、池田投手かな、違う、ね、その前の日か、去年もねそこそこでよくて、滝中投手、滝中先発、はい、よかったんですよ、はい、その左バッターとかのアウトコースのストレートとか、うん、あとツーシーム系とか、はい、よくて決め球にインコース使ってて、うん、それが結構いい形で田中もリードできてて、はい、だから滝中もね今6番目ぐらい、うん、5番目の先発ローテーション、はい、のその残り少ないところを狙っていく感じで、はい、まああの多分初めての対外試合だったと思うんですよ、はい、でいい形のピッチングもしてましたし、うん、それをね田中もいい形で引っ張ってたんで、うん、ああインコースの使い方うまいなっていうね。へー、あとは、はい、辰巳がね、うん、なんか打撃が結構打ってますよね、好調で、はい、今もね、はい、だからまあいい感じアピール、うん、その日もね結構打ってたんですよ、はい、1番でね、そうですね、いい形 で、うん、結構触れてたっすね楽天打線は全体的に、はい、ロッテ打線よりも初球からしっかり触れてて、うん、ロッテ打線はねなんかいまいちあの初球から触れてなくて、うん、なんか絞りきれてないのか、ね、触れてないのかっていう感じでね、うん、打ち勝った感じしましたよね。そうそう、で、うん、最後にね引き地投手だったかな、はい、引き地、あ、その前のページ引き地あの選手じゃないですかがね、はい、初めて多分一軍のキャンプに来て、はい、アピールしたいところがストライク入らないで、うん、四球連発 で、うん、で最後ね制球困って打たれるっていうところはあったんですけど、はい、全体的にラブデンとしては、うん、いい試合、うん、できたんじゃないのかなっていうね、ところで、まあ、このキャッチャー争いもね、はい、でこの前ねマー君投げた時は、うん、太田が出て、うん、まあどうなるか分かんないですけどこの田中選手、うん、はい、非常に良かったなっていうところとね、野手陣は全員がね若手、はい、まあ主力出てなかったんでね、はい、このアピールとともにしっかり触れて試合できたんじゃないのかなっていうね、うん、逆にロッテはね、はい、エラーも多かったし、はい、どうした久しぶりに、はい、
あのセカンドの普通のフライを普通に落とすやつ見たっすね。おお、え、見ている。そうですか。びっくりしたっすね。いや、ちょっとミスが目立ったっすね。ロッテは全体的に守備のね、うん、まあ、そういったところをしっかりね、うん、まあ、仕上げていきたいなっていうところはありますけど、はい、で最終日、うん、名護にですね、はい、日本ハム対楽天戦、うん、見に行こうかな、それかヤクルト対ロッテ戦を、うん、あの浦添に見に行こうか、はい、チャタンに中日 DeNA を見に行こうかっていうところで、うん、あの担当者と話して、うん、あの中日は他の日韓の人もいたんで、うん、じゃあ名護行きましょうか、はい、行けなかったんでつって日本ハム、うん、楽天戦を見に行こうと思ったら、はい、雨で中止です止そんで、はい、浦添がひょっとしたら、うん、今整備頑張って試合したいからやろうと思ってるって言って、うん、じゃあ名護に練習だけ見に行って、うん、試合に間に合うように浦添帰りましょうかって言ったら、うんうん、行ってる途中で、はい、浦添近辺で、はい、もう台風かっていう場合のスコール、これ浦添もこの雨で整備も終わったんじゃないですかって言って、はい、って言ってたら、うん、案の定電話かかってきて、はい、あの浦添も中止になりました、うん、全試合中止です、うん、わじゃあ見られなかったんですね。そう試合をね、うん、で、なで室内で練習だから、はい、室内も見れないって言って、はい、でまあじゃあ名護、うん、ブルペン、うん、吉田輝星投げるかもしれないから行くって言って、うん、行ったら、はい、もうあの西村がピッチングしてて、はい、で噂がちょっと投げて終わりました、はい、でその日終わりです、キャンプ取材大変でしたね。いやめっちゃ大変だった、ほぼ見れなかったっすもん、もうその室内が見れないんで、はい、練習がまず見れないんですよ、うん、だそういったところもきつかったですね、うん、そうですね、はい、大変でしたね。でも、まあ、西村はね、うん、なんかあの先発、うん、あの候補らしくて、はい、そのまあ、候補っていうだけでね、でも栗山さんは期待してるみたいで、うん、まあね、俺の帝京大学後輩でもあるし、うん、まあ、そこら辺はね、だから本人とも話ちょろっと話できたからして、はい、あのこれっていう、これっていう武器ないよなって言って、うん、はい、って言ってたんですか。そうなんですみたいな、全体的にバランスいいけど、うん、これっていう武器ないからそれ見つけた方がいいよねって言って、はいみたいな、決めだな、はっきり言いますねみたいな、はい、いやまあそれははっきり言うだ、決めな、西村って言ったらこのっていうのをね見つけたいなっていうね、はい、ピッチングに見えたんですけど、うん、こんなキャンプしてた、はい、やばいっしょ。そうですね、選手も大変だしね、こうやって取材する方も大変でしたね。いや選手は別に練習できるじゃん。あ、まあまあそうですね、室内でね、はい、うん、だからもう取材する側はもう超大変だった、毎日雨だ。そうですね、うん、でも書かないといけないし、そう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 、うん、だからもうそのちょっとしか見えなくても、はい、いろんな人の候補とか担当記者とかの話で事実かどうかすり合わせながら、うん、それでも出す、はい、なんとか、うん、全日出しましたけど、そこがだから宮崎は全球団普通に見えたからよかったですけど、うん、那覇は本当に見たいところ全く見れなかったですね、うん、阪神の佐藤君とか、はい、藤浪とか、あ、見たかったっていうのもあるし、はい、ヤクルトとか、うん、新人の木澤がこの前投げて150キロも投げたとかって言ってね、はい、そのピッチング見たいっていうところもあるし、うん、まあ、あの中日もね、根尾君が今状態いいっていうところになってきてるから、はい、それも見たいなっていうのも見れなかったし、うん、はい、ほぼ見れないです入だって入れないんですから。そうですね、うん、雨だったからかそこまで焼けてないですね。そうそう、毎日曇ってたからそうなんですね。外いないしね、だって、はい、雨だから、うん、もうほぼ車の中でどこ行きます、どこ見れますみたいな、はい、もう去年のキャンプ帰りすっごい黒かった気がするんですけど、うん、そんな黒くない、今年そんなね、なってないですね。まずはずっと雨だし、はいいや大変でした、はいはい、大変だったっていう動画です、はい、まあ、あとね、うん、あの全球団今年期待をかける新戦力、うん、はい、動画出しますんで、はい、そちらぜひチェックしてみてください、はい。